外国人は日本で生活できなかったら自分の国に帰るべきなんですよ。そもそもね、我が国には入管法という法律があります。入国管理法ですね。入国管理法では自活できない外国人は日本に入国できないと書いてあるんです。であればね、生活保護をもらった時点で日本にいる資格がないんですよ。こういった連中をまず東京から叩き出すこと、そして東京から叩き出した後、まあよくですね、これネットなんかに書き込んでおりました。東京からね、外国人生活保護をなくして、でみんなね、東京から出てったらその他の地方が困るじゃないか。困りゃしません。埼玉でも神奈川でも千葉でも県知事がね、桜井と同じように生活保護はいたしませんと決断すればいいだけなんです。そうすればあっという間に解決ですから、あとは国が彼らをどのようにして強制送還するかだけなんです。このね、簡単な図式ができないのが今の日本なんです。今言ったことね、当たり前のことなんだと言ってるんです。あんたの国で日本人が生活保護を受けてるかよって話なんですよ。あんたの国で困ってる子供がいたら日本の子供たちにお金与えてるかよと、生活の面倒を見てるかよ。見ちゃいねえんだよ。日本に必要なのは、日本の外交に必要なのは相互主義です。相手がやってるならこっちもやればいい。相手がやらないことをなんで我々だけがやらなきゃいけないんだと言ってるんです。そのことを強く強く訴え続けてまいりました。今の東京都における日本人の平均給与300万です。今ここを歩いてるね、皆さんも含めて6割以上の人たちが300万で生活してるんです。この状況でね、一体どうして外国人の面倒を見なきゃいけないんだって言ってるんですよ。我が国がお金が有り余って仕方がないって言うんだったらわかるんです。でもお金がないから増税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 とやってるわけでしょ。だからね、無駄なところを省くのが、これが政治というものなんです。そして何よりもその政治は日本人、日本国民に向かなきゃいけないんです。外国人のことなんかどうだっていいんですよ。まずは日本人、この日本人を救うことを何よりも第一義とするのが国家としての務めであると私は固く信じます。